はい、こんにちは、竹下敦です。こちら、フェンダージャパンストラトキャスター、弦を張り替えてね、2日目になります。ちょっと今日はね、アームを使ってプレイしていきたいと思います。どうでしょう。このストラトキャスター、ありがとうございます。はい、頑張ります。一般的にね、ストラトキャスターのこうアーミングした時に、ね、すごくチューニングが狂いやすいんですよ、構造的に。でもね、これあんまりアームダウンして、チューニング食らわないんですよね。ちょっとね、それはびっくりしました。これはこのトレモロのユニットの部分が特にフロイトローズ的にこう精密に作られてるわけではないんですが、当たりの答えなのかな。これすごくいいですね。アーム得意な方からすると笑っちゃうようなプレイかもしれないですけど、アームはね、昔トライしたことがあるんですけど、とにかくこういうこう、ってやった時にもうすぐチューニングが狂っちゃう。それで、ね、挫折してたんです。でこれはもうちょっとずつアームをね、まあ、トライしていきたいかなと思います。アーミングってやっぱりすると弦が当然こう動くんで、ここの部分のね、滑りが良くないと、まあ、うまくいかないわけですよ。でどうもね、僕はフロイトローズはうまく使いこなせなかったんですね。友人もフロイトローズは苦手だって言ってました。でどうせ使わないだろうけど、一応これアームつけとくよっていうことでつけてくれたんですけど、意外と練習したらいいかもしんない楽しいのが一番かな。うん、なんかアームって楽しいじゃないですか。ビブラート。で、なんかね、ちょっとあんまり自分のプレースタイルとはね、違うんで、ライブで使えるかっていうとちょっと難しいから。でもまあすごく楽しくまあアーム自体はちょっと苦手ですけど、でも楽しく違う、こうちょっとしたこう色
気みたいなのがねあるんで、あの徐々に練習していきたいと思います。それではね、ストラトキャスター、まあ、いろんなところのレポートかな、2日目になります。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。